ベンディエンス。というわけで本日はこちら中野新橋駅から徒歩10分、コシンさんにやってまいりました。いやー、なんでもこちらのお店ピリ辛エビつけ麺なるメニューがあるということなんですけれども、暑い夏ちょっとピリ辛メニューって欲しくなりますよね。果たしてどんなつけ麺いただけるんでしょうか。楽しみですね。それでは今日も張り切ってゴーでしょ。さあ、というわけで今回も懲りずにやってきたわけなんですけれども、こちらのコシンさんね、看板を見ただけではお店の名前ちょっと読めなくてですね、こちらご覧ください。ちゃんとね、振り仮名が振ってあって初めてコシンさんだということが分かったんですけれどもね、ちょっとねラーメン屋さんの名前っぽくないですよね、どっかのお寺の住職かななんて思ったりもしましたけれども、果たしてどんなつけ麺なんでしょう。それでは現場の竹中さん、はいはい、こちら現場のラーメン警察竹中巡査でございます。はい、というわけでこちらが味玉エビからつけ麺大盛りに海苔トッピング。こちらつけだれが到着した瞬間、エビの香ばしい香りしますね。それでは早速いただいてみましょう。グーが近いな。はい、というわけでこちらのちょっと縮れた中太の麺をつけだれにくぐらせてすすると、濃厚スープでね、ほんのりエビの香りがするんですね。そして後からピリ辛が追いかけてくるんですけれども、これがね刺激的な辛さっていうよりかはね、濃厚スープをより際立たせるといった、そういった印象でしたね。はい、そしてこちらのチャーシューね、これがトロットロで美味しかったですね。チャーシュー増しのトッピングすればよかったなって後悔しましたけれども、そしてこのライスですよね、こんだけ持っていただけるっていうのはねありがたかったですけれども、うまくねペースを考えないと、麺とのバランスがおかしくなっちゃうよっていう話で、はい、来ましたこちら味玉をいただきましょう。ご覧いただけますか、こう半熟が過ぎてうまく割れないということなんですけれどもね、この黄身のトロトロ具合がもうたまりませんね。これも絶対ご飯に合うやつだっていうことでね、もうご飯をバクバク食べちゃってそれでもご飯が減らない、お米の甘さ、おいしょっす、おいしょっすということでね、お米のうまさをね再確認できましたけれども、こんな感じでパクパク食べて、はい、というわけでこちら完食です。はい、というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。エビの香ばしさと豚骨魚介の濃厚スープのハイブリッドな感じを味わうことができた、そういったつけ麺でしたね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなど添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので合わせて見てみてください。以上、こちらコシンさんよりお送りいたしました。ごちそうさまでした。バイ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